はい、お願いします。はい、今トニカピアノの、小口の張り替えをしているところですね。一応まあ磨きの方終わって、うちの工房の方で作業しているところなんですが、このブライドルテープもですね、もうちょっと触るとこういうふうにちぎれてしまうような形になってますので、これは全部交換しようと思ってますね。はい、小口の方もこれから張り替えていきたいと思います。はい、今ブライドルテープを交換しているところですね。はい、磨きが終わりましたので、うちの、工房の方に入ってきましたんですが、やっぱり磨くとですね、こういうふうにちょっと傷が、ちょっと目立つような形になってますね。なので、まあ、傷はちょっとサービスですので、ちょっとまあ色を塗って分かりにくいようにしておきたいなと思います。調整の方とね、同時進行でいきたいと思います。